皆様こんにちは、椎名でございます。今回もテンカースコンストラクトの動画について解説を進めてまいりますが、今回から新たにパーソナリティが追加されます。というわけで早速お呼びいたしましょう。来たれ監視規制連路の要請よ、その身を権限せよ。というわけで、まさかツイッターのアンケートの投票結果で私の復活が90を超えるとは思ってもみませんでした。ご無沙汰しております、クロイでございます。というわけで今後ともよろしくお願いいたします。というわけで早速テンカースコンストラクトの様子を解説していきましょうか。椎名さんや黒井さんが復活して早々にではあるけど、今回も解説を頑張ってやっていきますよ。今回の解説する内容はどのようなものになるのかな。今回解説するのはテンカースコンストラクトのツール素材に関してご紹介していくつもりであります。ほうほう。ともなるとイマーシブエンジニアリングやベースメタルズといった追加鉱石が存在するような連携要素で追加される素材関係もご紹介するのかな。いやー、それはまだ紹介しないでおこうかなー。それを加えるとなると紹介しないといけない情報がかなり多くなっちゃうし。そかそか、それじゃあ早速紹介に移っていくことにしようよ。まずはパートビルダーで取り扱うことのできる素材からさ。はい、というわけでまずご紹介していくのはパートビルダーで取り扱うことのできる素材各種から。まずはこちら、ウッド、つまり木材でございますね。誰しも最初に手に入れるであろう木材、テンカースコンストラクトでも素材として扱うことができます。ただ一番最初に手に入れることができる素材ということで、耐久度、採掘速度といった部分では非常に心もとない数値となっておりますね。ところがどっこい、最初の素材だからといってないがしろにできない要素が 1.10.2 からは追加されているんだよ。こちら木材の素材モディファイアーはエコロジカルというものになっているけど、このモディファイアーの説明文に着目してほしいかな。リニューエイブルリソースズアーソーグッドゼイリジェネレートバイゼムセルブズ。再生可能な資源はとても良いです。そしてこの素材を使っているツール自体が再生するということなのかな。はい、よくできました。椎名ちゃんが今言ったように、この木材をツールパーツとして組み込んでいる場合、ビビたる速度ではあるんだけど耐久度が回復していくんだ。ほえー、それであれば普段使う機会が少ないツールに木材をパーツに組み込んでおくと良さそうだね。それもいいね。例えば私の場合なんだけども、私の場合は戦闘よりも採掘、整地といった作業の方が多いから、武器のロッドにこの木材を使うことで武器の耐久度を気にしなくて良くなっているね。もちろんあまり戦闘ばかりしていると当然壊れてしまうから、壊れない範囲に使用を控えていたりもするけどね。それじゃあお次のツール素材の紹介に移ろうか。お次の素材はこれ、石だよ。石も素材としての能力は大したことないね。そうだね。それじゃあ素材モディファイアーについて詳しく見ていこうか。まずはこちらのチープ、ストーンイズバッド、ユアツールハズレスデュラビリティ。石は悪く、ツールの耐久性が低いってことかな。その通り、石を素材として利用している場合、ツールの耐久値が通常のツールよりも減りやすくなってしまうんだ。ただ石はかなり入手しやすいという面を考えれば、ツールヘッドとして利用し、それを修理していくと考えていけばいいかもしれないね。ふむふむ、そういう使い方もあるのか。あ、でもツールヘッドの方は違うモディファイアーがつくみたいだよ。なになに、インクリースズ・デュラビリティ・ペイント・コエン・リペアリング・ザ・ツール。ツールの修理時に得られる耐久性が向上するってことかな。その通り。だけど何度も修理していくと必要になる素材が地味にではあるけど多くなってくるから、恩恵を得られているっていう実感は薄いかもしれないね。ふむふむ、石は素材として入手は容易だけど、その分性能は良くないってことなんだね。それじゃあお次の素材はこれにしようかな。砂利ブロックを破壊するとたまに出てくるフリントだ。フリントの耐久性を見れば石よりはいいってところだね。それじゃあ素材モディファイアーを見ていこうか。ボーナスダメージアゲインストアンアーマードターゲッツ、つまり防具を着用していない対象に対してダメージボーナスが入るってことでいいのかな。その通りだよ。
実際に防具を着用していないモブと着用している時のモブを比較してみるとエフェクトの有無でその差がわかるかと思うよ。ということは、フリントは武器に適したツール素材でもあるってことなんだね。そうだね。ボスモンスターには大体この効果が適用されるし、ありだね。それじゃあ、そのお次のツール素材を見ていこう。これは、紙？そう、紙。決して頭に生えている方ではないよ。また、紙の話をしている。紙、ペーパーは素材の耐久、マイニングスピードといった数値では一番弱いと言っても過言ではないね。ということは素材のモディファイアーが強いんだね。モアワーズ、モアモディファイアー、イッツオンリーロジカル。もっと言葉を、より多くの装飾を、それは論理的である、という感じかな。まあ、言わずと知れたモディファイアーをもう一つカスタマイズできるようになるという素材モディファイアーを持っているね。これを使うと、ツールのモディファイアーの幅がさらに広がると言っても過言ではないよ。なるほど、つまり、モディファイアーをもう一つつけたい、という時に便利な素材だということなんだね。そう、ただ素材自体の数値に気をつけないと壊れやすいツールになったりするから、そのあたりの組み合わせも考えなくてはいけないね。そして、お次のツールはこちらになるよ。砂漠のシンボル、カクタスだ。カクタスの数値が石よりもいいっていうことに驚きだな。そんなカクタスの素材モディファイアーを見ていこうか。ブロッキングディールズ、ダメージプーチ、アタッカー。つまり、攻撃してきた対象にダメージを与えるってことかな。その通り、このカクタスを素材にしたツールを持っている時に攻撃を食らうと、攻撃を仕掛けてきたモブに対してダメージが入るようになっているよ。そして、もう一つのモディファイアーも似ている部分があるかな。 Nobody is safe from those thorns, they always hurt. このトゲからは誰しも安全ではなく、常に傷ついてしまう。ということはこのツールを使っていたら、使用している人もダメージを食らってしまうということかな。いや、違うかな。このプリックリーというモディファイアーは、攻撃対象に追加ダメージが発生する、モディファイアーになるんだ。一応、その追加ダメージ分の発生ダメージのハートもサボテン絵になっているから、追加ダメージボーナスだということがわかりやすくなっていると思うよ。ふむふむ、ということは、サボテンは武器素材に向いているということなのか。そういうこと。それじゃあお次の素材だ。お次の素材はこちら。スケルトンを倒せば簡単に入手できる、ボーンこと、骨だね。ボーンの能力は見ての通り、フリントよりも耐久値が高く、序盤の素材として優秀だと言えるね。素材のモディファイアーはどういったものかな？ユアツールズダメージイズインクリースド？つまり、ダメージが増すってことかな？まあ、そういうことだね。骨の素材モディファイアーはダメージボーナスの恩恵があるってこと。ちなみにではあるけど、もう一つのモディファイアーも似たようなもので、ヒット時にダメージボーナスが入るようになっているよ。要するに、骨も武器のツールに向いている素材であると言えるわけだ。なるほどな。武器に向いている素材、採掘ツールとして向いている素材とはっきりとわかるようになったというわけか。そういうことだね。つまり、その人にとってのなくてはいけない、というオリジナリティ溢れる組み合わせができやすくなったというわけだね。そんなわけでお次の素材はこちらだ。こちらはオブシディアン。つまりは黒曜石だね。黒曜石の耐久値は結構少ないものなんだね。そうだね。でも、黒曜石の大きな長所としては、マイニングレベルがコバルトと、エンカースコンストラクトで追加される鉱石関係は全て採掘できるようになるというところだね。素材のモディファイアーがどういう感じになっているんだろう？ Your tool lasts longer. Most of the time. 要約すると、あなたのツールは長持ちする。それもほとんどの時間、という意味になるかな。なるほど。つまり、耐久値が減りにくくなるようなモディファイアーってことになるんだね。そういうことだね。だから、ツールを長持ちさせたいという場合、バインディングに黒曜石を使うのがいいと思うよ。ただ、ツールロッドにするのは適していないみたいだね。そうだね。確かにツールロッドにした時に適用される倍率が非常によろしくないね。それじゃあ、お次の素材に行ってみよう。黒曜石を手に入れたらネザーゲートをくぐるだろうし、ネザーラックを紹介するよ。ネザーラックの数値としては石より少し良くなった程度の素材とも見れるね。確かにネザーでマイニング作業をしたら大量に手に入るし、ネザーラックも素材を大量に確保しようと思ったらできるね。そんなネザーラックの素材モディファイアーはこちら。ディールボーナスダメージ、ブーノンネザーモブズ。つまり、ネザーのモブじゃない場合、ダメージボーナスが発生するというわけかな？そういうことだね。これも武器の素材として利用する価値があると思える効果だね。もう一つの素材モディファイアーはこちら。The tool works better in hotter environments.
こっちは暖かい地域であれば仕事ができるってこと？そうだね。つまり、ネザーや砂漠といった暖かい場所であれば採掘速度が上がるというわけだ。そう考えるとツールヘッドにすると局所的ではあるけど、採掘用、整地用ツール、ツールロッド、バインディングとして利用するのであれば武器に向いているという、ちょっと面白そうな素材特性を持っているね。ふむふむ、1.7.10 時代から見ると非常に素材のモディファイアーの幅が大きくなって面白くなったなぁ。もちろん、素材の種類も増えているんだけどね。既存の仕様も大きく変わったから、新鮮味が強く感じるだろうね。さて、お次の素材はこちら。脅威の耐久値は 1.10.2 でも健在。スライム素材だね。金属素材でもここまでの耐久値を持つものはそうそうないね。この素材モディファイアーはどういうものになるのかな？ああ、なんてことないモディファイアーだよ。大して変わっていないね。ということは一定確率でスライムがスポーンするということなのかな？そういうこと。確率自体は調整されているのかもしれないけど、それでもそれなりにスライムがスポーンするようになっているよ。ちなみにブルースライムも同じような感じだね。耐久値はグリーンと比べると低いけど、ツールロッドとしての特性はブルースライムの方がいいってことなんだね。スライム素材を作ることができれば、耐久を心配する必要がなくなるね。まあ、そのためにもスライムの浮島を序盤で見つけることができると、非常に整地作業などが楽になると、私は考えているよ。そういえば、スライム素材はスライムボールから作るわけじゃないから、それも説明しないといけないね。そういえば、そうだったね。スライム素材はスライムボールを4つクラフトして作ることができる、コンジェルジュドスライムっていうブロックと、土と、砂で、スライミーマットというブロックが作成することができます。スライミーマットはコンジェルジュドスライムボールの色によって色が変わるし、加工した時の色もその色で作成できるようになっているよ。まあ、その加工とは精錬することを指しているんだけどね。スライミーマットを精錬するとスライムクリスタルというアイテムになります。そして、それがツールの素材として利用することができるってわけですね。と、そんな感じでパートビルダーで加工が可能な素材を解説している途中ではあるんだけど、結構長くなってしまっているから、一旦休息しようか。あまり長々と解説してもへばってしまうだろうし。ああ、それもそうだね。それじゃ一旦休憩といたしますよ。シーナ工房。ここからは前回の広告をしてくださった方々のご紹介や、気になったコメントに対してお答えするので、ある種のおまけコーナーとして認識してください。はい、それでは早速ではございますが、前回の広告をしてくださいました方々をご紹介いたしましょう。たくさんのご広告、誠にありがとうございました。皆さんからの広告は非常にありがたく思う次第である反面、よりわかりやすく、楽しい解説動画としてお役に立てるよう、頑張らねばとエールを送っていただいているようで、非常に恐縮してしまいます。広告ポイントが累計で29,800 ポイントと本当に多額のご支援をいただいて、本当にありがとうございました。さて、それではお次に気になったコメントに対して、お答えしていきましょうか。最初のコメントはこちら。シャープニングキットに関するコメントについたさらなる疑問のお声でございますな。シャープニングキットを使う場合、メンディングモスというリペア機能が追いつきそうにない場合なのが多いので、長時間にわたる戦闘、大規模な整地作業などに活躍するかと思います。耐久値のリペア機能もそれなりに活躍はするかと思いますが、やはり、ツールを酷使する場合はいっそのこと修繕を繰り返した方がいいかと思いますね。お次がこちら。こちらは最大規模の鑑識精錬炉の内部容量を拝見していただいた際についたコメントだね。マックスまで詰め込む場合は、トランスファーノードのスピードアップグレード、スタックアップグレードを思い切り詰め込んだらできるかとは思います。ただ、その際の処理にかかる負荷などは、ご自身の責任となりますので、あしからず。そして、お次はこちら。こちらのコメントは、鑑識精錬炉内部のダメージ判定で、村人がダメージを受けた際に蓄積する液体が、液体エメラルドだということを紹介した時についたコメントだね。ポーションで回復してあげて、さらに溶かす。という仕組みでしたら、スプラッシュヒーリングポーションをオートクラフトできるようにし、クロック回路で定期的に鑑識精錬炉内にいる村人に対して発射する仕組みを組み上げれば可能ですね。お次はこちら。これは、今後の要望だね。ティンカースコンストラクトの内容なので、必ず解説いたします。それじゃ、お次。
これは、シアードコブルストーンの作成方法を紹介している時についたものだね。え？シアードコブルストーンを作成するのに必要なモルテンシアードストーンが144ミリバケツですって？おかしいですねー。私のモッドを導入したデフォルトの環境では必要となるモルテンシアードストーンの量が360ミリバケツとなっておりますけども、どういった環境なのか、詳しく教えていただきたいですね。ひょっとしたら、私が知らない間に何かしらのアップデートが入っていたのかもしれませんので、紹介漏れなのでしたらこの場を借りてお詫び申し上げます。あ、一応補足させていただきますが、1.7.10 と 1.10.2 の必要なモルテンシアードストーンの必要量に手が加えられており、1.10.2 からはコストとして見るのであれば、お得でも何でもなくなっておりますね。というわけで、お次のコメント。こちらは間質性連炉の有効範囲に関するご指摘のコメントだね。なん？だと？椎名ちゃん。これ、マジな話なんだ。前回ご紹介した間質性連炉の有効範囲は間違ったものであり、正しくは縦、横9マスの範囲であれば間質性連炉は正常に認識されるようになっております。申し訳ございませんでした。仕様の変更など、ちゃんと確認するようにね。椎名ちゃんも人の確認ミスから生じたコメントをからかっている場合じゃないよ。はい、気をつけまっしゅ。といった感じで今回はここまでかな。おまけといえども、結構な長さになってしまった気がするからね。ここまで、長々とご視聴していただき、誠にありがとうございました。